ますはいではね今日はえー、っと全部で18回目かもうそろそろねだいぶ授業しましたねよいしょ昔はねあの昔っていうかもう僕は東京電機大学の頃でね滝先生がまだ学生だった頃なんかは <laughs> もう11月でね鳥の市っていうのがあるのねあの新宿とかで大鳥、あ花園神社でとかね だいたい鳥の市が始まって、鳥が、鳥の市って2回か3回あるんだけど、もうね、2回目か3回目ではもう授業をやめてましたね。それでなんかこう、滝君とか学生を連れてみんなでこうなんかサンドに飲みに行くというね、でも今日のね、ことの授業終わりとかいうようなことをやってましたけど、そういうのが許されない時代になりましたね。<laughs> そういうことをするとなんか授業料返せとか言われちゃうので、ね、そういうことを言わ、ね、まあ、窮屈な時代になりました。 ガウスの定理。まあ、こっからな、大鳥神社とかさ、花園神社までさ、行くのさ、東海大学だって大変だもんな。なん帰る気がなくなっちゃう。ガウスの定理ってもいろいろあるんで、ガウスの、まあ、微分期間に関する、ここでは基本定理と呼んでおきましょう。ガウス先生は、ね、期間に限らず、いろんなことで、 業績を残してる大数学生ですからねよく知らんけど。さあ、それで、えっと、えっと、あの、極ガウス極率っていうのをやったよね。ガウス極率っていうのは、カッパーは、実はこれ、これガウス極率ね。えっと、ガウス極率。 は、えっと、主曲率を掛け算するんだね小文字のカッパー1と小文字のカッパー2これらは、えー、局面を方,極方,極方平面で切って方平面くるっと回すと局,要するに局,局面のように曲線がこう現れてくるわけでねその中で一番曲がってるところと一番曲がってないところのあたりああたり を主極律と呼びましたで、前回は、まあ、そういう理論的なことは置いといて、ガンガン計算しまくって、実はそれは第1基本量と第2基本量によって表すことができました。第1基本量 E と G とかけて F の事情。 それが第2基本量 L、M、N だっ,ったけど L と N かけて M の事情。色でも変えるか。これはえっと第2基本量。これ自体が第2基本量を組み合わせつ作ったの。第2基本量たち。で、こっちは第1 基本量たちと、ね、あるわけですよでこれはさだから今言葉で言ったけどこの局面が与えられてでこの点で、ね、あの第一基本量とか第二基本まず第一基本量はこの点での接平面上のベクトルこんなんと。 こんなんだからこれ S という局面だとすると S は変数を U と V っていうのを持っていてそれを U で変微分したものそいつを今度は V で変微分したものねこれでこれらの内積によって第1基本量たちは表されてました第2基本量はこの 接ベクトル、DSDU、DSDV によって張られる平面に直行するような単位、頬ベクトル。ね。これは当然のことなら、こいつとこいつに直行してるわけだ。の、ね、内積によって、第二基本量たちは定義されていました。ね。だから、このガウス曲率というのは、一見、 まあ、まあ明らかに第一基本量と第二基本量によって与えられているんだから、まあ、それは定義から明らかなのね。 明らかに表現されていると。いるとされて、別に一行に隠してないんだけど、されているんだけど、第一基本量と第二基本量の違いね、第一基本量は、これは、こいつは、 局面の局面の接ベクトルで定義されていね一方 第2基本量は、あ、これ青で書こうか。第2基本量は、その、節ベクトルと定義を見てもらったらわかるけど、えっと、頬ベクトルの内積で定義されてました。 すると、ね、この第1基本量と第2基本量の概念の違いっていうのはもちろん定義は違うわけだけど法ベクトルが入ってるか入ってないかってことね。でね、えっと、ほ、あの、決定的な違いっていうのはさ何かっていうとこの局面はさ、まあノートの上に書かれました。で、これはノートの上に書かれてるんだけど実際には3次元空間の中に埋め込まれた局面を 2次元平面、ノートの上に遮影っていうかね、そういうふうに見えるように、立体に見えるように書いてるわけ。で、君たちが、例えば、我々が住んでるね、この世界が、この S だったとしましょう。我々が住んでるとこ S ね。だから S の外には出れないわけ。我々さ、考えてください。今、3次元空間まあ時間を入れたら4次元なんだけど、ちょっと時間は置いといて、ね。 その広さ、三次元空間の中から我々は外に出ようと思っても、ね、出れませんよね。パッと外に出て、一瞬して月にポッとこう行くような、ワープするようなことって、今のところできませんよね,ね。だから我々は今時間を置いてあるよ。時間を置いと時間を除いて三次元空間の中でずっと暮らして、三次元に出れません。ねで 今、その3次元3次元じゃないけど、2次元だけど、ね、我々がその S に、S, が S の中に我々は住んでると思ったら、ね、あの、これはさ、あの、この、接方向っていうのはね、まあ実際にはこれさ、S からこうちょっと浮いちゃってるけど、これすごく短くすれば、すごく短くすれば、この空間に、 だだんだん接してくるよね,接してるよねもっと立体で見ればこんな感じになってて、接平面でこうなってるわけじゃん。接してるからね。縦から見てる感じ。これすごくさ、これ、縮尺をちっちゃくすれば、これは局面自体がもう平面にすごく近くなってくるから、このベクトル自体も、ベクトル短くとれば、だんだんこうやって接してきてるんだからね。 同じように思える。一方こいつはさフォーベクトルっていうのはさいつでも立ってんだよねいつでも立ってんの。だからえっとフォーベクトルはさ南北の縮尺をこう微細にちっちゃなところを見ていってもやっぱさ我々の世界から出ちゃってるわけ。 節ベクトルとホーベクトルの違いってそこなんですよねホーベクトルはどんなにその顕微鏡でちっちゃなところを見ても我々の世界からはみ出ちゃってるだから外の世界を考えてるわけですよ。説ベクトルは実は今住んでる世界を線形空間で禁じしてるわけ。ね。そういう違いがある。ということはそういう解釈のもとでこんな風に言えるでしょう。 節ベクトルで定義されているということは、これは局面,、まあ、局面に含まれた概念、または局面に非常に近い、局面を禁じするような平面,局面に、局面の性質、局面に内在している、<laughs> ちょっと無理がある、局面の内在的な。 量なんだ内在って難しいけど英語でも難しいイントリンジックイン,トリ失礼イントリンジックな内在的っていうのはイントリンジックですね。量です。一方えっ、ー、と単位方ベ,ベクトルっていうのは外出ちゃってるからむしろ 外っていう概念を、外があることをもう仮定してるわけだよ。だからこれは外在的な、外在的なんていう日本語あるのかどうかも知らんですけど、内在的とは言うね。これはね、イントの対義語だからエクスト、エクストリンジック。エクストリンジックな量。 だのように見えるんだよね,ね。だけど、そうじゃないのよという話、<laughs> 今日は。もうなん,なんかちょっと今説明無理があったから、もう聞いてて、いや、そうは言っても第二基本領とか、まあ、局面から定義してっていうから、どっちにしろ、あれでしょと曲内在的なんでしょっていう話。<laughs> ね、で、ね、だからここで、では、こう今の。 無理ちょっと無理がある説明での動機づけで当然出てくる疑問としてはこのガウス曲率は O ベクトル使ってるから外在的な要するに外今対象になってる局面の外側これだったら、ね、S の外側、ね、3次元空間を の存在が必要なのかってこと、ね、外在的なのかという疑問が出てきます。でそれにちゃんといやいや定義からそんなことないでしょう。そのあなたあなたの判断は正しいです。ねそれをちゃんと示してくれたのがガウスさんのですね。これが今日の定理、セオレム1。まあ ガウスの微分幾何に関する基本定理だよと。実は局面、2次元多様体のって言ってもいいけど、局面のガウス曲率、先ほど定義したカッパー。 は実は、あそこの定義って公式ね、わざわざ前回求めた公式では第2基本量が出てきてるけど、実はね、第1基本量のみで書くことができます第。第1が抜けてた。1が一番大切なのに、ちょっと省略するのをやりましょうね。第1。 基本量 E と F と G のみで書けるんだよすなわち、ね、ガウス曲率カッパーは第2基本量、すなわち方ベクトルを使わなくて、 表現できます。こいつは内在的な,的なかな量であると,という主張です。ねだからまあ結局は何やっていくのかっていうとこの式をガンガン変形して第2基本量の姿を消して第1基本量だけにしようという まあことで,す、ね、でガンガンそのまま計算していっても非常に大変なので過去にいろんな人が研究をして、まあ、いろんな表記方法を導入して分かりやすくしてくれましたということを紹介していきますその中で一番大切なのはクリストフェルの表記っていうのが、ね、あるのでまずそこからやっていきましょう。 まず、これからやることは、この上の位置を証明するために、あれ、訂正じゃないよ。いきなり訂正はしない。あれ、小って同時だ、こうか。証明するために、ね、次の補題 を使いますレンマ、ね、じゃあ、レンマ、うんと、2にしようか。これは、まあ、こいつ、こいつ、ガウスの公式と呼ばれてたりします、まあ。いろんなところでね、この表記は使えるんでね、まあ、ガウスの公式は、どういう。 内容かっていったら局面が与えられましたと。局面 S 変数は U と V が与えられましたと。に対して次が成立します。まず1番。 は、えっと、s を u で2回変微分しましょう。変数は省略するよ。すると、えっと、まず、ベクトルとして dsdu、それから dsdv。DV それからもう一つ、ベクトル、方ベクトル、n があって、これの係数、係数をね、新しく、新しいギリシャ文字を導入しましょう。これがクリストフェルの記号と呼ばれるものですけど、クリストフェルさんが一生懸命ね、研究した時ときに、その論文に出てるんですよね。ガンマの型に1、で、添え字で1、1。ね。で、次に、うんと、足すことの、 ガンマのここが2に変わります。で、ここは1、1のまま。次は当然のことなら、まあ、ね、自然に考えれば、ガンマといきたいところですけど、あれなんか抜けてるな、言えばいいのか。これは実はね、ガンマじゃなくて、ここは第二基本量が出てきます。ね。こんなふうに表現ができます。それから、同じように2番。 あでガンマの1とかガンマ2っていうのはちょっと後で書きますね。2番。えー、じゃあ、同じように s を u で変微分して v で変微分しましょう。そしたら、同じように dsdu というベクトルと dsdv というベクトルと n というベクトルで、やっぱり何か係数がその係数の 2番目なので、1の2と書きましょう。で、1番目。それから、ガンマの、えっと、1の2で、ここは2番目だね。上のやつみ。で、次は、ガンマじゃなくて、第2基本量の M が出てきます。同じように3番。S を、あ、間違えた。2回、 V で変微分すると同じようにガンマ S、あ、DS、DU と DS、DV と N、ね、があってガンマでしょ。で、えっと、今度はね、ちょっと記号気をつけて、ここも1なんだろうな。で、ここも2なんだろうな。そんでもってもう、ね、ここは第二基本量の N ね。で、これね、この添え字がちょっと、あの、あれですが、あの、 つけ方がこう変わりましょう。2、2と。ね。2、2と。ね。あ,あ、そうかと。うん。ね。なんとなく分かってくれた。<laughs> こう書きましょう。こう書くと、えっ、ー、とね、あとでもっと表記が楽になります。あ、こうなるのね。と。うん、まあ、要するに、U で変微分したとき、U で2回変微分したときは、U で変微分2回したときは、1、1で。 u で変微分したら1がこう出てきてて、v で変微分したら2が出てくるんだなって解釈なね。で、v で2回変微分だったら、あ、v2 つだから2、2って書くのね。うん、覚えておいてください、ね。で、ここで今、ただし、書けなくなっちゃった。ね、出てきたこのガンマの i、i は1、2の場合があって、この数字は jk でしょうか。 J は 1, の場合が1と2の場合があって、K も1と2の場合があります。ね、は、実数で、ね、実数だけど、これもちろん U と V っていう変数が入ってくるね。こいつは、次のよう、次を満たす UV の関数であります。これがん書、同じところに書きたかったね。だけど書けないね。申し訳ない。 ノートアップロードするときはもうちょっと編集するかもしれないですけど、実は、と、ガンマの11の1、ガンマの12の1、ガンマの22の1、こう取ってきました。で、次、こう取ってきます。だから、ガンマの 1>, 1、1の2、ガンマの、えっと、いあれ、ガンマじゃん。1、2の2、それから、ガンマの2、2の2、ね、を行列にし,してこう書きました。ね、こいつらは、実は、こういうふうなものを、こういうふうにやって定義されています。えっと、第一基本量、E、F、F、 G の逆行列かける次がちょっとすざまじいですけどすまじいと二分2分の1のえっと E を U で変微分したそれから2分の1をうーんと E を当然 V で変微分したで次がちょっと変則的で f を v で変微分して2分の1 dg の du それで今度2行目は1行目の一番最後の形に似てるんだけど df を今度は u で変微分して引くことの2分の1の今度は de の dv と。 2番目が2分の1の DG の DU。3番目が2分の1の DG の DV、ね。こんなものを満たしているようなものをガンマ12とかガンマ22とか呼びます。ね、で、注意リマーク。 大切なリマークで、このガンマ11とかガンマね、それを全部こうやって、統一的にとかね、この書きますよ、1は1と2の場合があって、J は、J と K も1と2の場合ね。愛は、愛も愛に見えないのよ,よく見るとね。愛と J と K は1か2だよと、ね。こいつは右辺を見てください。右辺見ると、まあ、逆行列で出てきてるけど EFG。これは第一基本量だね。そんでもって、だからこいつの逆行列もやっぱ第一基本量で与えられてるはずだ。そんでもって、えっと、2番目の行列も第一基本量を 微分してるんだよね。変微分してるんだよね。だから、このガンマたちはなんだかんだ言っても第一基本量だけで決まっていると。ガースの基本定理自体が第一基本量だけで書けるって言ってることなんで、それの準備なんだなっていうことはもうここで出てきてるわけで。第一基本量だけで。 決まる U と V が定まればちゃんとした実数になる、ね。量だね。量なんだよと。で、これを、これを、こいつのことをクリストフェル。クリストフェルの記号と呼んだりします。 呼ばれる、ねです。それから、で、あちなみに、これ使うんだと、これの証明はと思うね。そう数学、数学で証明がなければ数学じゃないんで、だけど、まあね、プルーフ・オブ・レンマ2。これは、まあ、各自で、計算だけなので、チェックしてくださいと。 または最後のレポート自由レポートの中で,あので私はこれの証明しんどいけどやってみようという人は一生懸命やってみるといいでしょう、ね。分かんない時は参考書を調べてもらったら必ず載ってるはずです。は、え、じ、ー、め指定した参考書以外でもあの大体似たような記号がついてると思いますが、ね、あの探してやってみてください。 で今はこれを認めましょう。非常に証明も機械的です。それから次、もう1個、レンマがあります。えっと、もう1つ、レンマ3。レンマ3は、これはワインガルテンの公式と呼ばれるもの これは、やっぱし局面 S が与えられてに対して次が成立します A まず 今やったガウスの公式だと、局面自体を変微分してる。だからまあ、1回微分で接ベクトル。接ベクトルをもう1回微分してるわけですね。変微分してるわけだね。で、今度は、方ベクトルを U で変微分してみましょう。これは実は、こんなふうに書ける。第2基本量。 が出てきて、第一基本量で、から、で定義されたもので、割ってる。ね。で、EFG、LM、だから分,分子は、第一基本量と第二基本量が混ざってるわけだね。かける DS、DU。それから、あ、やっぱしこれもこういう、 接ベクトルの線形結合 DSDV っていうのがあって、それについている係数が FL-EMEG-F の事情となっています。で、B <laughs> ね、これが今度は 単位方ベクトルを V で変微分しましまたそしたら、やっぱし、dsdu と dsdv、あ,あ、ちょっと上のやつ、ここ u にじゃなくて v だよ。書き間違えたね、ここ v。は、にしたやつですそれについている係数は、えっと F N、fn- Gm をイージー引く F の事情。たすえっ、ー、と Fm 引く En をイージー引く F の事情で割る。こうなってます。でこんなふうにかけていますよと。 でこれいちいち後で書くのめんどくさいのでっとっと、ね、この部分をじゃあ A とこの部分を B とこの部分を C この部分を D と書きましょうね。 で、あこれ ABCD にするとさここ、ここの AB と間違えちゃう、ね、ここ AB じゃなくて、1と2にしましょうか。はい、ね。は、こういうふうに書けます。で、これも、プルーフは、各自でやってみましょう。 でこれで実は <laughs> ねレンマ3とレンマ2を使って定理1を証明しましょうっていうわけなんですね。だから定理1の証明の方針としては何をどうすればいいのかっていうことだけどガウス局立すなわちこいつですよね。ここいつのこの右辺を なんか一生懸命変形してたな、第一基本量こ、こいつらが含まれていないような式に直せばいいわけですね。で、その時に、このガウスの公式、それからワインガルテンの公式を使いまくりましょうという話です。やっていくよ。えっと、まず、じゃあ、プルーフ。 オブ定理1と。まずおもむろに、はじめに、えっと、えっと、D2S の DU2 を考えてみましょう。これ何かって言ったら、出てきてたのは、ここに出てきてるよね。 ガウスの公式使いたいから、ちょっとこれ見てみましょう。でもこれじっと見てても、こんな式だし、こういうふうに定義してるんでしょっていう感じだから、どうにもできないので、よく今までやってきたのは、そこで詰まっちゃったときは、なんかおもむろに微分してみましょう。なんか新しいものが出てくるかもしれません。ってわけね、じゃあ、V で変微分してみましょう。すると、 V で、この式を変微まするな。よいしょと。コピー。だからこれはレンマ2の1を使いました。とこうこだね。これは、レンマ2の1。 1>, 1だっけちょっと分かんなかった。レンマ2の1か。ね。を使いましたと。そしたら、うんもうさすがにこれはちょっとね、手を動かそうと。じゃあ、ね、それぞれ変微分していきましょうと。えっと、まず、これは変数ずっと省略してたけど、こいつには u と v こ、こいつも全部 u と v という変数を持ってました。ね、これらも、これらも、これらもね。 ということは、うわ、めんどくさいと。ね。積の微分かよと。じゃあ、はじめは、D の DV のガンマ11をまず V で変微分して、ほんで、二つ目はほっといて、ね。ほんで、持って、一個目はほっといて、二個目を V で変微分と。 ここまで1個目の微分終ありました2個目は、えっとえっと、D の DV のガンマの11の2で2番目のこうほっといたやつと1個目をほっといて2個目を変微分と。こ,こだね これで2項目終わりました。さらに、うんと、L を V で変微分したのと、それから、うんと、L はほっといて、N を V で変微分したもの。っていうわけだね。ああ、これが積の。 席の部分をやってたわけだよね。そんでもって、これ、そのままやってもいいけど、なんか、あれだよね。これ、まとめることができるよね。えー、っと、一番最初はそのままで、そんでもって、えー、っと、この、ガンマの11ってい持ってるの、こいつでしょ それから、ガンマの1、1。あれちょっと待ってね。えっと、あ、これまとめられもうダメだねちょっと。申し訳ない。じゃあもう一回。あ、ここで、そうだ。あれだ。ガウスの公式使えるんじゃないかな。っていうのは、これ。ね こいつがあったよこれがちょっとコピーするよ。ここにあるよね。どこにあるか。これがさあ、ねっ出てくるよね。じゃあ大変だけど。 書きましょう <laughs> えっと、だけど、コピペできるところがいいよね。コピーして、これを使えるね、そのまま。これで、次は、えー、っと、クリストフェルの記号は、これそのまま置いといて、あ、間違え、F じゃない。ガンマ111と。で、持って、こいつだね。ちょっとでかすぎるから、こうしましょう。 で、カッコを忘れずに、つけときましょう。わかんなくなっちゃうといけないから、ピンクの部分を書き換えましたよと。<laughs> 失礼。はい、それで、うーんと、次は、これは、ちょっとどうしようもなさそうだから、そのまま。 ですね、それから次のやつはやっぱし、えっと、ガウスの公式で書き直せそうだねえっと,っとこれはこの部分この部分はやっぱしガウスの公式を使うとどれだ,どれだこれだねだからこれをコピーしちゃう。 こいつだよねこれを持ってきて、ちょっと置いとこう。ベスト。で、それで、これはちょっと折り返さなきゃもダメだね。プラスのガンマの11の2のガウスの公式,公式の、失で、ガウスの公式の3番目、これだと。 こキロ。さらに、えっ、ー、と、次のはどうしようもないから、そのままで。で、最後のやつは、えっ、ー、と、えっ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 と、DNDV ってさっきやった、ワインガルテンのこいつだね。一行目の。 やつだね。<laughs> あ、違うか。んあ、V だから2番目だね。ワインがあるじゃん。こっちだよね。だから、これいちいち書くと大変だったから C と D で書きましょうね。それと、えっと、C の DSDU プラス D の d s プラスのス DV だ。ね。今のがこれか。こうね。こっからこれは、ワインガルテン、レンマの3の2番だね。それから、ここからこれは、えっと、 レンマの2の2番か。レンマの2の2番。それから、こいつは、レンマの2の、あ、こっちが2番でした。ごめんなさい。こっちが2番で、こっちは3番でしたね。こっちは、色は見えにくいな。 何んん、ね、か知らんけど、ねねあの <laughs> ねこんなこんなふうに書けるね。とほんでもってすさまじいよね。これさらにまとめましょう。じっと眺めると DSDU。DSDU。ね他にも DSDU。DSDU。DSDU。それ以外には DSDV。ね dsdv, dsdv. DS ね。があって、あとは n があるよな、ね。というベクトルで表記されているから、それらで全部まとめましょう。すると、dγ の11の1で dv プラス γ11 の1かけ γ12 の1プラス γ の11の2 ガンマの22の1、たす CL だね。の DSDU、プラス、同じように、と D のガンマの11の2、DV、それから、ガンマ11の1、ガンマ12の1、それから、ガンマ11の2、ガンマ22の2、 それから、dl の dsdv。で、最後 n でまとめられるものは、ガンマの一一の一の m、たす、ガンマの一二の二の、あ、一一かな。一一の二の n で、うんと、一一の二の n で、ほんと、最後で d、あれ ?n がついてる dl の dv があるよな。の n と。こんなふうにまとめることができます。うわぁ、しんどいと。ね。もうこれはちょっとここまでかなと。でもまあ一応きれいにまとまったと。で、今、ね、初めになんか、ね、この、こいつを v で変微分したら、ね、こんなのが出てきたから、じゃあ今度はね、2回、二回変微分は u 以外に u と v で変微分してもらうよね。 とということは次に D2S の DUDV というのをさっきみたいに、うん、とさっきは V で変微分してみて今度は、ね、U で変微分してみましょう。なんでとて思う、U ね。なんでってあ U。さっき V だったから U。それはね実は さっき計算したのとイコールになるんだよ。でっていうのはなぜかっていうとね、ここはさ、U で変微分2回しといて、あとで V で変微分してね、3回微分してんだけど、U2 回、V1 回。次のやつは、V でやって、U でやって、U でやるけど、結局 U で2回して、V で変微分してね。ということは、これね、これ同じものになります。 C 2, c 2級の関数だからね。なんで、実は微分の回数、あの微分の速度あ、微分の順番にこれ寄らないわけだから、あとで同じものになるはずだからっていうことで、これもとりあえず計算してみましょうと。そしたら、D の DU で、ここは、やっぱし、このガウスの公式で出てきている2番目だね。これだよね。コピーして、 便利だよね、コピペができると。これ、黒板とかさ、ノートに書いてると、これ、大変で、僕は前言ったから、こういうのの写し間違いの、なんか、昔からそんなことばっかりやっていて、ね、人生足踏み状態でしたけど、<laughs> 全部できたと思ったら、大体書き間違えてるんだよね,、うん、ね何も間違えない。まあ、初めが違ってたらしょうがないけど、ね、こっからこれは、うん、と今,今は、レンマ、 1>, 1の2番目かなを使ったわけだよね。で、同じように計算しましょう。もうさすがに嫌になったので、ごめんね、飛ばすよ。前の前ページと、ページって事だったかなと、同じように変形してください。展開して変形してください。変形っていうか <laughs>。 はしないか展開しまとめてください。ね、と、実はこんなのが出てきますうん。さっきのと似てるんだけど、えっと、D12 の1を U で変微分して、 121と111、それから122と121、それから A の M で DSDU 足すことのえっと D のガンマの12の2、それから DU 足すガンマの12の1、ガンマの11の,の2、それから ガンマの12の2、ガンマの12の2、プラス b m かける d s d v さらに、えっと、ガンマの12の1の L、それから、ガンマの12の2の M、それから d m、DMDU の N このふうに、さっきと同じように計算ができます。 それでもってさっき言ったよね。あの実はこいつ今計算したやつと今計算したやつと先ほど計算した d d v のえっと d 2 s の du2 はこれは c 2級なのでね微分の順番によらないのでこうなのでこれはベクトルにこういうベクトルにこう係数がついてるじゃん同じようにこっちも 同じこの3つのベクトルに同じ係数がついてるんだから、口頭的にこれいつも等しいわけなんだから、係数が等しいってわけだよね。なので、係数等しいんだと。では、全部見てもいいけど、じゃあ、ここで、そこで、なので、えっと、じゃあ、1個目の、2個目か見てみるか、DSDV の係数に、 着目してみなんで2番目なんだよと思うかもしれないけど1番目をやってもおなんかうまくいかないってなって <laughs>、ね、で今度は2番目やってみたらうまくいくって感じなんですけど着目するとこれとこれはこれと、ね、これとこれと これから、これが、カッコついてないのに、ごめんね、カッコが抜けてました。これが等しいわけだ。あ、紙み出しちゃった。えー、っと。<laughs> 難しい。ここかなはい。 あいらなかっったねもちょっと気持ち悪いから。そうだね。で、えー、っと、これは変あの左辺にガンマが入ったもの、上にガンマが入ってクリストフェルの記号が入ってないものにまとめてみましょう。すると、左辺にまずこいつ、これガンマ入ってないか。 これが入ってるのこの部分だな。これが残ります。ペースト。よいしょ。あなんか変なものが残ってゼあ、マイナスに見えるな。これよ。よいしょ。これで持って、右辺のクリストフェルの記号が入ったもの。こいつか。これをそのまま左辺に持っていきましょう。ペースト。こうして、当然のことながら、 引き算にして右辺は Bm 引くあ B はこれだったねここの B は活字体だった私直しておこうかまあどっちでもいいんですけど Bm 引く DL だねで B とか D っていうのはこれだね ワインガルテンの公式の中に出てきたものだから、B と L は、B と D は、こいつらで与えられてました。コピー。ここで。えっと、えっと、これが、 B で、これが D なので、ごちゃやっと、即調、即調、即調。で、こう、こう、なので、うんと、あれなんか変なところにコピーした、俺。あ申し訳ない。<laughs> <laughs> ここ全然関係ないところ、うん、カット。ここですね。あもう書けないね。じゃ次のページ。ペースト。オ,タクオレンジ色になっていると変なので、ここも黒に変更。ね。なので、そうすると、1個前の式のこの B と D を、 書き直すわけだね。だからそのままなっちゃう。これをこうコピーしてペーストしたんだけど、これ、この部分が書き直せて、こいつイコール、えっと、はこいつイコール、こいつイコール、うん書いとこうか。これは、 これあーなんかちょっと申し訳ないなコピペばっかでこれ黒板だったら全部書くわけですよ。<laughs> ね。だからある意味楽じちゃあ楽だな。でもなん,かなんかちょっと申し訳ないな。これとこれだね。でもまあ見てる本はこの部分がこう来てるのかっていうことでね。あとでね動画を見,見ればまた復活、ね、なぞれるわけだから楽だよな。こうなってるのかなこうだよね。 で、それ、あれなんか変かないいんだよねこうだよな。すると、これ全部通分すると、えっと、通分しあ通分とか同じやつだから、で、えっと、FLM と FML とか、こう消えるとかだったら、これ、これ、あ、と。これとこれ、これとこれとか一緒だよね。だから、そういうのを計算しちゃうと残ったのは、 マイナス E の M の事乗足す E の L の N かなうん。で、それを EG-F の事乗でしょこれは、ちょっと E で括くってみましょう。すると、LN-M の事情、 e, g-f の事情これは何ですかって言ったら、あ、これはガウス極率の公式だ。前回求めたこいつなんですよね。あ、これだよと。ね。星にしとこうか。星から、まあ、やっと出たってね。ここは、実は、 いいかけガウス曲率なわけね。ここは、星より。ね。ということは、ちょっと待ってよと。ガウス極律を、ね、第一基本量だけで書き直せたらな、書き直せるよっていうのが主張でした。だから、e 分の1で割って、それで、この右辺は、 こいつじゃなくてこいつはどっから始まってるかっていうとここなんだよねここかとでここはなんかごっついけどもクリストフェルの式の掛け算と微分だクリストフェルは第一基本量だけで決まる量だよということを言ってたよね 定義からそうでした。第一基本量はこの式を満たしました。ね。あ、じゃあこれで証明できたんだと。しんどかったけど、こいつだね。よいしょ。よいしょ。もうちょっと最後の式は丁寧に書いとけば途中に。コピー、うーんと、ペースト、うわでサービス中か。いうか、まあ、ここは書くこととか、ここ全部マイナスにして。 そうだよとここでクリストフェルこれはすべて第一基本量のみで定義されていたから表現中から。 ので、証明終わりということで、証明ができましたという感じかな。6ページで済んじゃいましたね。これ使ってですけど。はい。ということです。ですから、大切なことは何だったかというと、まあ、その、なんだなんだ,なんだえっと、ね、ガウス極率っていうのは、一見その、ちゃんとした定義でも、 定義を考えた時も方局面を考えたから方局面を考えたということは外の世界を考えているということなんだよなそれで実際外の世界を考えているから外の世界を具体的に考えた時に第二基本領っていうものが入ってきてしまうから今画面で見せている星印の公式が出てきたわけだけど実はまあそもそもがね N ベクトル、4ベクトルは、節ベクトルによって決まるわけだから、これは多分全部節ベクトルで書けるだろう、ね。外の世界というのを考えなくたって、極率、物が曲がってるっていうものは表現できるんだということを、ガウスはちゃんと説明してくれたわけだね。だから、局面の極率というのは、その局面ど特有の量なんだ。別に外の世界を依存する、外の世界に ね、を仮定する必要はないいんだよという話でした、ねはいあのー、ちょっと面白かったなと思う人は途中のガウスの公式とか、ね、あとこのワインガルデンの公式の証明も追ってみると変微分の練習になるので <laughs> いいでしょうと、ね、いうことなんで、まあ、そんなのを、まあ、S を取るため、ね、の レポートにしててくれても構わないいいいでですすかはい、あれだね、3つ目の今回出した3つ目のレポートっていうのは、あれはね、実はね、過去の東海大学の大学院の期間の選択問題の1つでした。ね、なので、例えば、まあ、推薦で上がれちゃう人は試験受けなくてもいいんだけど、うん、なんか、 遊びすぎちゃったって言うんですね。あ,れねあんまり順番がよくない人は一般試験になるので、そういう問題が解けなくちゃいけません。または外から受験室に来る人もそういうのを受けなくちゃいけません。まあ、変な話ですけど、外に君たちが受けに行ったら、こういう問題が出る可能性はあります。ねただ、まあ、うん、あるかな、あるな。出たらラッキーっていう感じだよね。こういうのって知ってたら、よく知ってたらできるものね。ねあの なんぼ知識があったって解けない問題はいくらでもあるからそのままでもんって考えないといけないのがありますけどああいう問題っていうのは、ね、トーラスのね第一基本料とか第二基本料とかね絵かけとかね絵かけって問題はさすがに出ないかもしれないけど、ね、そういうのが出るととってもラッキーな問題でしょうねえっとねまあ君たちも三年2年生が多いので情報として出しておくとえっとね理学部長に約3時間あだけどね会議だけど あこれもう録画してるからちょっとあんまし言えないけど、<laughs> 言っちゃっていいかあの。大学院ね、数学科は少ないですねって言われるんだけど、実はね、数学科ってね、他のの、まあ、物理学科はいっぱい行くな。物理学科は異様に自分のところの大学院に行く人が多いな。なんでだあれはよくわからんけど、数学科は実は情報数理学科なんかはどこも合格できませんか行っちゃいけないのかな、本当。でも本当のことだからね、あの数学科はみんな優秀なので、ね、できる人は大体外に行ってしまいます。ここ今年も 3名ぐらいが外かな。名古屋が2人、都立大が1人かないます。あと,、えーと、うちの東海大学に上がる人は1名いますね。あ、そうですね。それから数学科じゃなくて、他の情報通信、高輪の方に推薦で行く人は1人いますねあ。結構大学院、今行っただけでも5名ですよね。だから、他にもあと、まだ迷っているのもいるし、隠れているのもいるので、まあ、 斜めぐらいいくんじゃないかなかと思ってます、ね、大体そんなもんでまあ普通の数学科ってそんな感じだと思うんですよね。であれですねあの大学院を考えてる人は前もあよくよくよく言ってますけど線形代数学と解析学がまずできないとダメです。ね、それプラス専門。ね、この曲面曲線論はね実はね機械の専門家っていうとねそれほどでもない。これは 微積,の微積と線形台数の延長にあるものですね。で、これを踏まえて、機械の専門に移っていくっていう感じなんで、これは微積と線形台数の延長にあるものだなって理解して、あの、勉強しておくといいでしょう。あと、だから、微積と線形台数、それからね、えっと、距離空間と位相空間。ね、距離空間と位相空間って今、授業一緒にやってるのかな、あ分けてるのかなあれ難しいよね、初めてやる人にね。だけど、あれ一生懸命やっておいて、あの、 損はないですあとても大切な考え方です当然のことながらあの位相,位相空間と距離空間の中には集合論ができないと集合論の延長にあるから集合論ちゃんとできてるっていうことは大前提にあるわけでね集合と論理だね一年生のこれやったねそれからこれから多分あの積分論っていうのをやると思いますね、微積の上にあると思っていいんだけど実際には微積そんな知らなくても集合論の 次にやるものだと思っていいんです物をどうやって測るのかっていうのが積分論、速度論と呼ばれるもので、一生懸命勉強しておくと、大体、どこの大学院の基礎問題でも解けるようになります。いいですか、ね、実はだから、えーと、速度論ってあれか、やっぱ3年生の初めにあるのかな。だから実際に速度論をのけて、位相空間もあれ、今なんか3年生にやってるの、の2年生でやれと言ってんだけどね、なんかごじゃごじゃごじゃ言うて遅らせるんやる。 <laughs> ね、だからそれ以外の問題は解けるので、実際もう解いてっていいと思います。それプラス専門を台数にするのか、機械にするのか、ね、解析にするのか、統計にするっていうので、統計はどっちらかというと数学ではないかな。あの統計数学っていうものはあります。それはね、むしろ中野先生が専門です。ね、中野先生の専門は力学系っていうものが動く動く動くような系をどう数学するかっていうのに、僕と一緒なんですけど。 彼は統計とか確率をを使ってそれをやる私は機械を使ってやるのね。だから、そういうもんだったらあれなんだけど、あの山本先生みたいな統計ってのは実は数マスではない。ので、うんあの、統計で大学院行こうと思ったら、もちろん山本先生のところに行ってくれて十分研究はできますが、今度他の大学にするって言ったときに、もちろん工学部や経済学部とかね、経営学部とかね、あっちの方になっちゃうかもしれん。情報もあるかな。 という感じになっていくと思います。はい。そんな感じです。まあね、ちょこちょこ雑,、ね、雑談を入れて、これからのことっていうことに参考してくれたと思います。それでは、また、えっ、ー、と、木曜日会いましょう。では、これでおしまいです。